越中チパーキングエリアは、富山県下新川郡、朝日町ザにある、北陸自動車道のパーキングエリアである。日本道路公団の分割民営化によって、東日本高速道路が管轄する、サービスエリアパーキングエリアでは最西端で、かつ唯一富山県内にある PA となっている。本線の案内標識のローマ字表記が、越中ュ越中カの2種類ある。 下り線は2018年2月10日に、上り線は同年3月1日にコンビニエンスストア、デイリー山崎がそれぞれオープンした。完成当初、高架水槽には富山県の喧嘩チューリップが描かれていて、敷地内には眺望広場や遊具が設置されているほか、松尾芭蕉の一つけに遊女も寝たり萩と月の区比、まがたまのモニュメント、貫通席も設置されていた。 トイレのステンドグラスには、内調が描かれている。ABCE8 北陸道エ中チュザー会 PA に24時間、営業のデイリー山崎が出店下り線、2月10日、上り線、3月1日にオープン。東日本高速道路株式会社、ネクセリア東日本株式会社、2018年2月1日閲覧。新日本海時代へ向けて、北陸自動車道、 上越朝日光工事六611から612ページより、ありがとうございます。